よ。はい、やったぜー。やっぱピュッピュが効いたぜ。ピュッピュがピュッピュ効きました。よし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 、ゆっくりゆっくり、ザバッとザバッと魚浮いてきたらザバッと、よし、オッケー。まちゃん、ナイス。やった、やった。はい、こっち見て、カメラカメラ。やったー。よし、きれい。めっちゃ嬉しい。たくさんの顔がへの字になった。めっちゃ嬉しい。待て待て待て、たくさん待ちで、ちょっと今師匠が釣ってるんで、はい、待て待て、バサッと、ほら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 、ちょっとね、大きめよ。いや、重っ。よし、よし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 、ちょっと大きめ。おお、大きい。大きい大きい。よいしょ、やったー。これ今日一でしょ。いやー、めっちゃ暴れる。やったぜー。イエーイイエーイ。ちょっとこっち、どっちこっち、あ、こっち、あなたタレントなんねんや。あれって、あれってどこだ、どこ。イエーイイエーイ。やったー、やったー。これやりましたよ。サムネだな、これね、えサイズは違うけどみんな一緒よ、釣れれば。自分がでかいからって。もう一回言って、俺がでかいからって。自分がでかいからってよ。ちょっとやめなさいよ、もうやめてよ。やめてよ、本当に。ちゃんエマがね、がぜんやる気になったじゃん、ちゃんエマ。さっきまでもう半べそ書いてたのにもうね。出た、同級生。食ったよ。持ち上がんないね。そうそうそう、あげちゃおうかな、これ。よいしょ。うわ、マンタポッパ食った。ごめんなさい。いいね、入れ食いだね。いいじゃん。ちょっと待ってよ。おいで。モシーラ。モシーラ、おいで。モシーラ。で、糸を緩めて。へい、モシーラ。シーラが藻になったよ。すいません。そう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 、やったぜ。一応ね、はい、取っておきましょうか。あった。ゆっくりゆっくり。緩めれた。ほら来た。またでかいのかけたの？ゆっくりゆっくり。わあ。エマちゃん、どっち取れる？じゃあそちらから。よっしゃー。ありがとうございます。よいしょ、抜いちゃう。ほら、ちっちゃい。めっちゃ。はい、こっち。よし。ありがとうございます。わらわら言ってるわ、そこ。なんでだよ。いや、もう疲れちゃったな。
厳禁なもんですよね、人間ってね。さっきまであんなに釣れねえ釣れねえって文句言ってたけど、釣れたらもう疲れただって。最低だよ。うん、本当だよ。私ももうバレてって言ってましたもん。本当よ。イルカ。ああ、いた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 。すごい。生きてる生きてる。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 船長生きてる。生きてるね、間違いなく。間違いなく生きてる。生きてる生きてる。生きてる。今までのことがまるで嘘のように。そうそう。あれがそれで今そうですね。ねえ、イルカで。イルカで。よかったね。怖かったでしょ。怖かった。だって何回見て怖かった。この番組全員関係なく釣るから、うん、ゲストの顔色なんか伺わないもんね。よかった、笑顔が見れてよかった、ね。うん、やっぱ笑顔見るのが僕らの仕事ですから。そうです、そうです。そのためにこの仕事をやってるようなもん。この番組ですから ね急に方向転換。うん、よかったね。ゆめちゃんの笑顔見れてね。そうですね。かわいい笑顔が見れてよかった。そう、俺らが頑張ってね、辛く嫌なこと言った甲斐あったよね。そうだね。この番組こそ悪の組織みたいな。おい、なんでだよ。そんなことないだろう。ないよ。結果発表。危なかったね。結構危険でしたね。ボンゲバビーのね、二の舞になるとこだったね。だからもう釣らなかったら全部船長が遅刻したせいにしようと思って。そうね。まあまあまあ、さすが船長も腕いいね。腕がいいからやっぱ、うん、うまく見つけてくれてね。うん、では、みんなが釣れたのが何センチのが釣れたのかな。はい、ではお発表します。はい、はい、吉野さんは62センチです。やったー。おー、62センチ。まあでもちょっとまだ満足してないですけど、おー、うん、もうちょっと大きいのついたらなんていうのあるけど、まあそれちょっと腕が、ね、そうね、はい、あと強欲っていうところもありますね。まあね、そうね、はい、そういうところありますね。いけて、はい、片原さんは63センチです。イエーイ。おー、あれ、タイヨシゴいくつだっけ。62。62、おー、なるほど。では、タクさん。はい、タクさんはほら、食ってる。ほら、食った。よっしゃ。そのタクさんと入れ替わって、あー、バレた。あー、また食った。あー、また食った。よっしゃ。すごい。すげーな。よしよし、よし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 、はい、あ、すごい、よしよしよし、めっちゃ引くわ。ちょっとドラグ緩めないと、これ、いや、そんなに大きくないと思うんですけどね。でトゥイッチするとすげえ引きますね、やっぱり。あ、でかいよね。ちょっと大きめですね。あ、でかいでかい、いいよ。よし。あ、大きいですね。真剣モードの時。おー、きれいきれい。頑張れ頑張れ。気持ち気持ち。よいしょ、大きい、やった、今日一かもしれないですか。これ今日一じゃない。大きい。ちょっともう一回言ってくれる、それ。おじさんにもう一回言ってくれる。大きい。あ、それ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 。よし、これ何センチだろうな、これ。あ、行って80センチオーバーでした。イエーイ、ザバーミロー。あれはでもいいシーラでしたよ。ねえ、アガデッパチの、そう、シーラっぽいシーラ、はい、うん、似てましたしね、うんうん。
いやかっこいいシイラだった。結果からいくと一番でかいのを釣ったのはタクさん。はい、すいませんね、うん、本当にね。まあ、うまかったですけどね、二人ともね。まあ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 、あれぐらいでしょ。ね、二人はあれぐらいでしょ。うるせえな、あのジジイ。ね、申し訳ないですけどね。うん、ワンチームはどこに行ったんでしょうね。いや、まあ、俺一人でワンチームですからね。片松さんが釣りが好きかどうか、たくさんにちょっと判定してみてください。そうですね。では、今回の逮捕か逮捕じゃないか、はっきりと言わせていただきます。逮捕！逮捕！なんで？逮捕！違います。なんでなんで？こちらの方を逮捕ではございません。え？あちらの方を逮捕です。逮捕だ！こちらの方は逮捕はしません。この人です。逮捕だ。逮捕。すいません。よかった。あの、海の男なんでね、はい、言い訳は、まあ、しないですけど、昨日の夜ですね、はい、ちょっと皆さんと久しぶりに会うということで、はい、テンションが上がり、はい、ワクワクしてしまい、はい、寝れなくて、はい、寝坊したということで。かわいい。本当にね、俺久しぶりにがっつり寝坊しました、はい、すいません。いや、もう大丈夫です。もうちょっとちゃんと謝ってもらっていいですか。カメラにちゃんと謝ってもらって。電話口の相手が、はい、平野さんだったから、はい、前回大寝坊したじゃないですか。はい、そうですね。平野さん、おはようございます。前回寝坊したのは吉野さんです。いや、私寝坊してないんだ。一番最初についてたんだから私。まだそれ言うか。まあでも、あの、逮捕ですからね、はい、船長。で、まあ、エマちゃんも、まあ、一応逮捕しておきましょう。いや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 、逮捕ね、これ一応逮捕だよね。はい、はい、逮捕、船長さん、一人で行きてて。途中まで全然釣れなくて嫌な空気を出してたから。出してたんだよ。それはね、楽しんでた、はい、ワンチームで、ワンチームで、ここのワンチームで。危ない、2回連続涙出るところかなと。女の子を泣かすところでしたからね。危なかったね、ほんと。ちょっと途中ヒヤヒヤしちゃったから、はい、そうね、いじろうと思っていじれなくなっちゃった。怖くなっちゃった。今回の逮捕者は2人ですね。はい、今回はクーラーボックスをいただいております。船長は船でもいいです、ゴミ箱でもいいですけど。みんな乗るときに一番見るところですか。そうですね、これをね。こんなもん、はい、でもそうしたらなんかテールウォークが店好き。僕とテールウォークさんはワンチームなんで。じゃあもうこうしましょう。いいですか。はい、いいんじゃない。はい、私は釣りが好きでもないのにプロフィールに釣りってたので、釣りを食い物にしているって、その上に食い物って。よくないけど、まあしょうがないですね。まあまあ、次回スポンサー買っていくかもしれない。すげえ張ってんじゃない。はい、なんかずっと張っておける場所が。いや、デザインとして見ちゃってる。そうなんだよ。なんせこの人さ、直談判してくるぐらいこの番組一応好きなんだよ、この人。楽しみだよ、これ。罰にならないよ、これ。こうでいいの？みんなに見えるところに貼りたいんだよなって言ってんだから。これをちょっと読んでいただいて、こっち側から自分たちがなんてことをしてしまったんだっていう。したかな。自分の罪を認めてください。そう、自分の罪を認めてください。店長は結構認めてるからすぐに出てこれるけど、エマちゃんはもう全然もう認めないから。どうせ失礼のやつがいる。そうですね、店長はね、すぐに出てこれるから。店長はそうですね、卒業式みたいに分けてもいいですよ。そうです。じゃあここで国境だ。じゃあ行ってください。はい、私は釣りが好きでもないのにプロフィールに釣り好きと載せ、釣りを食い物にしている偽釣り好きタレントです。いいでしょう。はい、今回、うん、ダイレクトマーケティング、ああ後で、うん、田原さんに CM 撮ってもらう。
そうです。いいですか。はい。もうでも結構脱ぎますよ。大丈夫ですか。結構脱いでもらいますけど大丈夫ですか。脱がないです。ごめんなさい。じゃあそうなると店長に脱いでもらうことになりますけど大丈夫ですか。大丈夫です。釣り好き警察24時からグッズが出ました。うふっ、映画の奥と釣り好き警察がコラボグッズを出したんだって、急がなきゃ。それがこちら、釣り好き警察映画ウォークメジャーステッカー。え、ファニコン会員だと500円もお得なんだって。すごい。はい、何これ。